All right, let's continue on from where I left off. Time marches on and days turn to more. Himeko, Yoji-chan, Tamu-he. Sochi no tabi wa junchou? Uchi wa rafu de genki ni yatteru kara, anshin shite ne. Hold on. Where is the... this... Give me a sec. I found the best, okay. I got my thumbnail. の運気剣士の弟子になって剣術を教わることになったんだ。師匠の一人は前に会ったことのある元凶で、もう一人は泉州主命の海燕将軍の孫弟子の雲里って子だよ。二人ともすっごく厳しくて、今は剣の修行の辛さを身をもって実感してるとこ。本当はあの子も巻き込もうとしたんだけど、嫌だって言われちゃって、代わりに炭鉱を引き込もうとしたら、今度は元凶師匠にダメって言われちゃった。でも大変だからって逃げようと思ったことはないよ。たった数週間でうちの剣術は飛躍的に成長したしね。二人の師匠もうちを世にも稀な剣術の奇才だって言って、我先にって感じで、それぞれの方法でうちを指導してくれてるの。二人の師匠の熱心な指導のおかげで、うちの剣術もだいぶ様になってきたから、列車に戻ったら見せてあげるね。楽しみにしてて。それではお返事待ってます、三月七日。 Days and nights fly by in a delve as the war dance fast approaches. Under the strict supervision of her two masters, March 7 trains tirelessly.Almost developing Tony's elbow. Okay. On that day, after the sword training. Yosh, 今日はここまで。双剣を操る技術もだいぶ上達してきたね。これなら演武天霊で誰と戦っても見劣りすることはないんじゃないかな。期待してて。演武会場で腕前を披露して、きっと勝って二人を安心させるから。まさか数週間でここまで様になるなんて。昔おじいちゃんが剣法を教えてくれてた時、いつも満足そうに笑ってたのを思い出すな。本当に満足して笑ってたならいいけどね。うるさい、もうどっか行って。うちがここまで来れたのは二人の師匠の教え方がうまかったおかげだよ。双剣はある程度扱えるようになったし、もしもっと剣術を学びたいなら他の選手の剣も試して感覚を磨いてみるのもいいと思うよ。泉州の剣の中で一番強いのってどれ？短剣？銃剣？それとも飛剣？一番強い剣なんてない。いるのは最強の剣士だけ。あなたの元凶師匠は何本かの飛剣を操るのが好きだけど、私はたった一本の剣しか使わずに探偵士で彼にギャフンと言わせたでしょ。第一に僕はギャフンなんて言ってない。第二に君なんか僕の相手じゃない。第三に誰が誰をギャフンって言わせられるか今すぐ試してもいいんだけど。乗った。私が勝ったらあなたはおとなしく演武天霊の演武台から降りること。いい？ Oh dear, this is not gonna end well. なんでまた喧嘩になっちゃうの？ここ最
最近は仲良くなってきたと思ってたのに。演舞台で勝負する予定だったラフと主命の将軍の皇帝がなぜか協力して弟子を取ることになったと聞きましたが、噂は本当だったようですね。演舞典礼の開催日は明日に迫っているというのに、どうして自分の腕を磨くのではなく人に教えることに夢中になっているのですか？あなたはそうだ、妖精から来た桃色キツネ。 It's Mr. Zhao Chu。 この人は妖精の将軍の意志の昇級だよ。わかった、あなた妖精が派遣した演武天礼の選手でしょう。だからここに来て私たちの技術を盗もうとした。違う？違いますよ、僕は武術には詳しくありませんから。ただ将軍に言われて公務の手続きをしに来ただけで、君たちの邪魔をするつもりはなかったんです。突然すみませんでした。ではもう行きますね。剣術に詳しくないのにどうしてさっき笑ってたの？はあ、ただ何を学べばいいのか迷っている美月さんに共感してつい声をかけてしまったんです。僕の経験から言えば、肉切り包丁、片刃包丁、ギザバ包丁、彫刻包丁はどれも同じ包丁ですが、料理における煎る、炒める、煮る、揚げるといった調理法と同じように、それぞれの包丁は人が技術を発揮するために使う道具に過ぎません。どう使うかは各食材の特徴を考慮しなければならないのです。二人の剣術の授業を食材に合わ、弟子の才能に合わせてより適した調理を、より適した技を教えるようにすれば、彼女の成長スピードも上がるのではないでしょうか。例えば、四金ナスは揚げ物、赤雲唐辛子は炒め物、紅石牛肉は煮込み料理に適していると言われています。つまり食材の発掘ではなく、弟子の才能を発掘することも師匠の仕事のうちということですね。 And all of a sudden I'm getting hungry, I'm getting hungry, I'm getting hungry。 食材の話を聞いてたらお腹空いてきちゃった。あなた医師なんだよね、なんで急に料理の話を始めたの？ただの例え話ですよ。僕が師匠から学んだのは戦士派という妖精独自の医術で、食で病を治療することを好んでいるので、料理のことも少しだけ知っているんです。つまりあなたは将軍の料理人ってこと？医師です。医師になりたがらない料理人は将軍の幕僚にはなれません。いいでしょう、僕のことは料理人だと思ってください。君たちの目を見れば僕のことを武術を語る貧弱な文人だと誤解しているのはわかります。ですが殺人術に詳しくないわけじゃないんですよ。なんといっても医は殺生一体の技術。Seems like he just got offended。大人が子供相手に向きになるなんて、はあ、君たちは僕が持っているこの薬が何か知っていますか？知らない。これは腸治散、外域の珍しい植物、幼しから抽出した成分を濃縮した薬液です。毒薬？そうですね、医者の意思次第で毒にも薬にもなると言っておきましょう。これがあれば患者の折れた骨の髄を洗浄するとき、腹を切る手術をするとき、たった一滴で痛みを感じなくさせられる。ですが
濃度を高め投与する量を増やせば代謝が落ち血液が凝固しなくなり五感が失われる。老いにも病にも侵されない長命種だろうとそれは変わりません。これは人を救うことも殺すこともできる。君たちが握っている剣よりもずっと多くの使い道があるのですよ。僕はやっぱり剣で勝負を決めたいな。確かにあなたを誤解してたみたい。あなたは貧弱な文人じゃなくて恥知らずな文人だった。おやおや、どうしたんです？急に人をけなしたりして。僕は薬の知識を広めているだけで毒を盛るよう誘導しているわけではないというのに。小九さん、毒の話をするとき興奮してたよ。正々堂々としてるのか卑怯なのかわからない人だな。仮に今生きている卑怯者と正々堂々とした死者がいるとしましょう。死んでいる人が生きている人を卑怯だと訴えるにはどうすればいいのでしょうか。戦場では死に瀕した瞬間、晩年が無に帰す。生き延びることが唯一の道理なのですよ。戦場から生きて帰った人は全ての価値が再定義される。正々堂々としていようと陰湿で卑怯であろうと僕からすれば大した違いはありません。小九さんは僕と運理を甘く見てるみたいだね。僕たちはまだ子供だけど戦場に出たことはある。これは失礼ですが、それなら演武天霊がただ会場のにぎわいを競うものであることも分かっているでしょう。それなのにどうしてそこまで入れ込むのですか。演武天霊の守人に選ばれた時、僕も将軍に聞いたんだ。運気軍の本分は戦場で敵を撃つことなのに、なんで演武台の上で剣を振るって観客を喜ばせなきゃいけないんだって。将軍は戦場で剣を振るい、演武台の上で剣を示せ、一振りの剣を抜くことで百振りの剣の矛先を収めさせるんだって答えてくれた。演武天霊は武徳を示して方々に名誉を作る絶好の機会だ。天霊の中で剣を抜いたり掲げたりしても、それで誰かを傷つけたりはしない。そうすることで剣だけじゃなく運気軍の武徳と意義を示せるんだ。今の話は確かに理屈が通っていますね。僕が浅はかでした。元京君、実は僕ラフに来てしばらく経つのですが、まだ今回の演武天霊の会場を見たことがないんです。君の話を聞いて興味が湧いてきました。もしよければ僕を会場に案内してくれませんか。強報館を見に行きたいの？そういえば運理と美月さんも見たことなかったよね。わかった、今からみんなを案内するよ。Okay. Now then, what's next? Follow Yan Xing to Stargazer Navalia. Iko, Minna, ni kyouhou kan wo misete ageru. Alright, let's head over to Stargazer Navalia.Wait, Stargazer Navalia is the... Oh. 強報館を見に来る人は意外と多いんですね。小九さん、どうかした？いえ、何でもありません。ほら、あの遠くに見える船が今回の演武天霊の試合会場、強報館だよ。遠くから見た感じだと別に特別な感じはしませんね。
あの強砲艦はラフの引退した艦船を改造したもので、演武天礼が正式に始まるまでは誰も入っちゃいけないんだ。でも明日鐘が鳴って礼砲が打ち上げられたら、僕は泉州ラフの運気軍代表として演武台に立って各地の勇士たちの挑戦を受けることになる。僕は小さい頃から将軍のそばで剣術と兵法を学んできた。毎日剣を振るって斬撃を1万回、刺激を1万回、ずっと繰り返してきたんだ。僕が普通の子供と少し違うことは分かってる。他の子が持ってるおもちゃや自由を羨ましいと思ったことも、剣の稽古が退屈で難しいと思ったこともないからね。戦場に出て敵を切り殺した時も、邪悪な異民者たちと戦っている時も怖くはなかった。毎日自分がどんどん強くなってる感じがして、何度も勝利を手にして、これより楽しいことはこの世にはないって思ってた。でもある人と剣を交えた時、たった一撃で僕の完璧な自信は打ち砕かれた。その一撃が迫ってきた時、僕は初めて怖いと思ったんだ。もしかしたらそれが昇級さんの言う死に瀕した瞬間、晩年が無に帰すってことなのかもしれないね。 And the tough opponent that Yan Qing mentioned is most likely what was her name again? The ice girl that is voiced by Kawashima Hoko-san. What was her name again? Crap.I have the character and yet I forgot her name because I haven't been using the character for... Ah! Right! Jing Liu! Jing Liu! It was Jing Liu! The white haired girl with the blindfold. It was Jing Liu. その後、僕は砕けた自信を一つずつ拾い集めて組み合わせ、過去の幸せな自分を再現しようとした。でも何をしても昔の気持ちは取り戻せなかったんだ。それから時々自分に問いかけてるよ。なぜ剣を振るうのか。どうせ次の敗北に直面することになるのなら、なぜ剣を振るい続けるのか。勝利の喜びを取り戻すため、将軍の期待に応えるため、それとも運気軍として功績を残すため。将軍は僕に剣術を教えてくれるけど、剣を振るうための理由は教えてくれない。剣を振るう理由は自分で探す必要があるって将軍は言ってた。だから僕はその理由を探すために悩み続けてたんだ。でも昇級さんとの会話の中で答えを見つけられたよ。運気軍の一員として将軍の弟子として僕は多くのものを背負ってる。そしてこれからもっと多くのものを背負う運命にある。でも剣を振るう時だけは全部忘れられる気がするんだ。僕は目の前の障害に向かって全力で剣を振り下ろして進み続ける自分が好きなんだ。それこそが僕が剣を振るう理由だよ。元凶くん、まだ若いのに大人っぽいですね。そういえば今は何歳なんです？年齢は関係ないよ。剣を学ぶ人なら自然と僕の気持ちがわかると思う。うん、わかりました。ラフの子供は本当に大変ですね。ではウンリさん、君はどうですか？どの選手でも女の子に年齢を尋ねるのは失礼なことだと思うけど。年齢を聞いたわけじゃありません。君にも元凶くんのような夢はあるのかと聞いているんです。あなたって料理人じゃなくて司会者みたい。うん、ちゃんと覚えておいてください。僕は医師です。
私には元凶みたいな夢はない。私が演武教法に参加したいのは、おじいちゃんが演武天霊のために送った宝剣を勝ち取るって約束したからだし。君って本当に剣のことしか考えてないんだね。あなただって同じようなものでしょ。私の父親は守命の職人で、あの人の馬鹿げた考えのせいで、たくさんの人が彼の鍛えた魔剣に殺された。小さい頃からほとんどの人は武器を持つ資格がないってことは知ってた。そういう人たちが剣を握ることを許すのは、罪のない人に残忍なことをするのと変わらない。だから剣にふさわしくない人を見るたびにムズムズして、その人から剣を奪いたくなるの。ほら、今回は元凶が演武天霊で守り人するから、宝剣が間違った人に出会わないように私が出場するんだ。間違った人ってどういう意味？もっとはっきり言ったら。はあ、なるほど。守命の子供も大変なんですね。ですが剣を振るう理由があるのは、何をしていいかわからないよりもマシでしょう。僕はこれまでに多くの運気兵を治療してきましたが、君たちのように抜きんでた戦士も。どうかした昇級さん。いえ、ただ昔の友人たちや出来事を思い出しただけです。医師としての見解を述べると、君たち二人は生命力にあふれていて、気の流れも烈火や疾風のように強い。君たちの勝負はきっと見応えのあるものになるでしょう。開成校を一周して強法館も見たことですし、僕はそろそろおいとましますね。え、もう行っちゃうの？まだうちの夢消えてないじゃん。うちだって訓練頑張ったのに。もういい時間ですから。僕は君たちと違って職務に縛られたただの大人です。将軍が僕に任せた仕事は自動的に片付くものではありません。ところで元凶君、開成校のように自動化が進んでいる場所でも普段からたくさんの人がうろついているのですか？実はここは勝手に入っちゃダメな場所なんだ。でもみんなはお客さんだから、ここに連れてきたいなって思って。なるほど。では僕はこれで失礼しますね。二人が明日会場で自分の願いを叶えられることを願っています。Jiao Qiu waves and then leaves。自分の夢は何なのかずっと考えてたのに、結局聞いてくれないなんて。強法官は見られたし、私たちも戻って訓練する。今日は一日休みにしない？なんで？一人でこっそり剣の特訓でもする気？そんなのさせないから。ふん、戦の直前に技を磨いたところで役に立つわけないだろ。変な話だけど、強法官を見たら急に自信が湧いてきたんだ。だから今日は英気を養って明日に備えようと思って。それじゃあ今から開成校の外まで案内するね。はい。And my controller is not working again for some unknown reason.Hold on. You know what? I'll just remove the. I'll just remove my freaking controller, and then I'll revert back to keyboard and mouse. Wait. Be real. I really want to play this. Because Tavio using freaking on a controller above. For some unknown reason, my controller is being.It's acting weird for some unknown reason. Might have to
I might have to unplug you. Then once I'm done with this session, I'll just restart my PC and then plug it back in. See what is going on, because I really need this controller for my Atelier Ryza playthrough, by the way. So yeah, that's a different story. But anyhow, yep, back to keyboard and mouse. Much to my dismay. Okay, I believe the sword practicing area is right over here. Oh boy. 黙れチア。ここの船は中間じゃない。時間をかける必要があるんだ。お前は自らの意志で家畜の皮をかぶり、今回の作戦に加わり、名誉ある偉業のために身を捧げることを決めた。それが今になってできないなんて言うのか。俺たちがどれだけの船を必要としてるか分かってるのか。俺は最善を尽くして研究もしてる。ただとにかく時間が必要なんだ。明日霊砲が鳴れば全ての人の注意が引きつけられる。二度目のチャンスはないぞ。ハンザーシ、そこにいるのは誰だ。君たちは。ここで臨時検査をしてるんだ。そっちこそどうして関係ない奴が開成校にいる。しかも子供じゃないか。ちびっ子たち、親に教わらなかったか。開成校は自動で動く施設だが、だからといって勝手に入っちゃダメだって。ちびっ子たちを連れて出てくから。お姉ちゃん、お姉ちゃん行こう。この後ね、僕ね、エーシュゲンヤに行きたい。Just play along。 え、エーシュゲンヤ。うん、わかった。お姉ちゃんが連れてってあげるね。Sure。 俺が点検は終わった。異常はない。俺たちもそろそろ行くとしよう。元気、さっきのもう一回言ってくれない？さっきの？お姉ちゃん、お姉ちゃん行こうってやつ。勘弁してよ。君って永遠に空気が読めないの？さっきの3人かなり怪しかったのに。そんなのバカにだってわかる。私はたださっきのセリフをもう一回聞きたいだけ。 Never。 あの桃色ギツネ、言いたいことがあるみたいだった。きっと何か察したんだろうね。でも彼はここに詳しくないから、いなくなる前に開成校にこんな人がいるのはおかしいって案に示してくれた。それなのにまさかあなたが無視するなんて。僕だって気づいてたよ。It's like they were tampering with the Starskeys progression line. 点検って言ってたけど、あの人たちどうやって精査の製造ラインを使えばいいのか分かってないみたいだったよね。私たちに気づいた後、ちょうどよく点検が終わってどっか行っちゃうなんて怪しすぎる。噴気群に天白士の人に職人、職種を考えれば点検だって言われても納得できるけど、さっきの人何か変なこと口走ってた。二人は聞こえた。これは僕の勘だけど、あの人たちの後をこっそりつけたら化けの皮を剥がせる気がする。ついてきて、見つからないように気をつけてね。
This better not be a stealth mission. 誰だろうと、あの人たちの行動は全部証拠として写真に撮ってるから。During this mission, more conditions need to be met to complete the photo shoot. The required objectives are listed in the top left corner of the photo shoot interface. When all the photo shoot requirements are met, you can press the shutter to complete the shoot. Try to meet all the requirements if you can. さっきの3匹の家畜は殺すべきだった。ガキは場所を取らない。ここはコンテナが多いから適当にどっか放り込んどけば誰にも気づかれないだろう。余計な問題を起こすな、ジャリュ。どんなに些細なことだろうと、想定外のことはモードゥ様の計画に影響する。これからどこに行く？貨物船の検査に行く。やるべきことはたくさんあるんだ。ああ、あのコンテナも忘れずに持っていくぞ。武器、物資、万全の準備を整える必要がある。さもないと俺たちはここで一巻の終わりを迎えることになるからな。この人たち、密輸業者、何するつもりなんだろう。わからないけど、あのコンテナを持ち去ろうとしてるみたい。僕にいい考えがある。あの中に隠れてあの人たちを追うんだ。はい、一緒にクリエイトフォローで。Taking advantage of the temporary access of the group, you cautiously approach the crate and crawl inside. 狭い。窒息しそう。我慢して。You hear footsteps pacing back and forth beside the crate. If someone were to open the crate at the moment, they would suddenly catch you in your ridiculous hiding position. Fortunately, that doesn't happen.The floating mechanism at the bottom of the crate is activated. You feel it begins to drift slowly forward. After what feels like an entire ember era of holding breath in silence, you heard the sound of the crate touching down. Cargo is here. Next is the ship's inspection. Once the reaction ends.仲間たちは貨物船に乗ってここを離れるとモードゥ様は言っていた。安心しろ、蛇行の計画書は書き換えておいた。二人ともついてこい。妙だな、なんでどこに行っても家畜どもの匂いがするんだ。疑心暗鬼になるのはよせ。 The departing footstep sounds like a signal prompting you to breathe a sigh of relief.あの人たち、海星港の船を利用して仲間たちを泉州から連れ出そうとしてるみたいだ。計画言ってるけど、一体どこから来たんだろう。泉州で何をするつもりなんだ。そんなの良くないことに決まってるじゃん。あれ、いなくなった。追いかけないと。足取りは軽く、呼吸は浅く。常に相手の行動に気を配って、動きがあったらすぐに隠れるんだ。気づかれた。早く隠れよう。無駄に疑うのはやめろ。時間がないんだ、早く来い。
ちょら、今行く。じゃ、早く追いかけよう。気づかれた。早く隠れよう。あの人たち、一体何をするつもりなんだろう。全員ちゃんとした制服を着てはいるけど、かけてもいい。あれは天白氏の人でも、構造氏の人でも、運気軍の兵士でもない。いくらなんでも怪しすぎる。誰だろうと、あの人たちの行動は全部証拠として写真に撮ってる。犯罪の証拠があれば言い逃れはできないよ。ウッキー見ろ、輸送用精査一層で少なくとも仲間を20人は送り出せる。他の仲間にも連絡してもっと用意してもらうつもりだ。関門を抜けたら迎えの銃艦が待っている。モードゥ様はすでに準備を整えた。古き血脈が復活するかどうかは俺たちにかかってるんだ。今なんて言った？銃艦？Oh no. 誰だ？あのガキどもだ！すぐに始末すべきだって言ったのに、お前が聞かなかったせいだぞ、この脳なし！生かしてはおけない。やるぞ！ Oh crap. Activating combat mode. ハリシン？アズコース、死ね、家畜ども。師匠どうぞ。スタンバイ、ドリームカムトゥルー。命の花びらいずれ風に吹き落とされる。追いつく。優美な身構えですね。本質は同じ。あんたを練習台にしてあげる。イッツショータイム、コラボスタート。アドリブで。離れなさい。生命はビスと同じだ。さあ、存分に味わえ。オリア、ドリームカムトゥルー。お仕置きされたいのか。イッツショータイム、コラボスタート。はっ、あ、分かった。オッケー、ナイス。今こそ真の剣術を見せる時。ほら、左に青龍、右に白虎。ミルクティーはやっぱり最高。OK, that got the job done. Nice. ありえない。この古族、どうして姿が変わったんだ。こいつらは古族なんかじゃない。ただ正体を表しただけ。こいつらは正真正銘のホリ人で、私がカンパニーの船で倒した強盗たちの仲間。それってつまり、 The origins of Ignitude Central。 このホリ人たち、どうやって泉州に入り込んだの？これは単に泉州の服に着替えて毛を剃っただけの変装じゃない。どんな手を使ったのかはわからないけど、自分たちを古族と変わらない見た目に変えたんだ。こいつらには公的な身分があった。天白氏、構造氏、
そして運気軍。オリア、not a good sign。この偽物の運気軍の観察を見れば、何か手がかりをつかめるかも。ロクン、巡殺護衛隊の武官。あ、どうしたの？前にロクンっていう兵士に会ったことがあるんだ。あれは数週間前、ホリジンを護送してた時だった。ああ、いや、入院所を偽装して堂々と選手に出入りしてたなんて最悪。本当に最悪だよ。もっと最悪なのは、ゴキブリを一匹見かけたってことは。That's beside the point, March。もっと多くのホリジンが選手に潜り込んでるってことだね。奴らの狙いは情報を盗むような些細なことじゃないはずだ。急いでこのことを新作府に報告しないと。 Meanwhile, in the seat of divine foresight、are we changing back? Yeah, we're changing back point of view。Inquisition to rectitude. Head to the scene of divine foresight to meet Fei Xiao. Please do not tell me this is the bad thing. 百聞は一見にしかずね。請求列車の客人。私は泉州妖精の将軍、飛翔よ。私から紹介しよう。水色の服を着ているのが、前にいるのが陰月君の生まれ変わりで、その後ろにいるのが最近列車に加わった新人でしょ。二人の名前は私の耳にも届いてるわ。ラフの報告書の他に妖精の天白氏があなたたちの情報を集めたの。一度会ってみたいと思ってたのよ。その理由は軽減将軍から聞いてるわよね。Number three。 その通り、まっすぐなものいいね。気に入ったわ。軽減将軍は報告書の中で人滅軍団を剣木の災いの元凶と定め、人滅過疎の動向に注意するよう他の天将に警告した。壊滅の手先はこれまでに数えきれないほどの世界を破壊してきたわ。同盟も奴らを警戒していたけど、まさか北条の残党と手を組むなんてね。幸い剣木の災いによる被害は想像よりはるかに少ない。でも今回の事件は、ただ全てを焼き尽くす人滅軍団のやり方とは大きく異なるものだった。新作将軍と七死人たちの武勇は信じてるけど、報告書には記されていない詳細について知りたいの。だからこの機会に二人と話せたらと思って。先に言っておくけど、これから尋ねることは必ずしも私の考えってわけじゃない。機嫌を損ねてしまうような質問もあるかもしれないけど、どうか悪く思わないでね。構わない。ただ俺たちに答えられることはこちらが知っていることに限られる。そして将軍が聞きたいことはすでに答えが出ているかもしれない。口が達者なのね。気に入ったわ。ああ、この天劇将軍って人は口がうまいな。目的はわからないけど、軽減は正直に答えてほしいって言ってるし、とりあえず知ってる事実だけを言えばいいか。 I do not like this。 じゃあ早速始めるわね。請求列車は指名手配犯、性格ハンターに導かれてラフを訪れ、性格の危機を解こうとした。でも銀河を歩む人なら性格ハンターの悪名を知らないはずがない。あなたたち七死人はどうして彼らの言葉を信じたの？もしかして彼らの中に親しい人でもいるとか？
Okay. Okay, number two is definitely bad idea. Stellaron, number one. Okay, we definitely cannot talk about Elio's prophecy. So it's either number one or number three. Raise a suspicion about your relationship with Stellaron Hunters. No, I don't think that's a good idea, so I think I'll go with number one. I'm not sure. I'll be real with you guys. I'm not sure if it's the correct answer, but getting it, I'm going in blind. Okay. Naf の他にもこの宇宙には正確に侵食された世界がたくさんある。前に列車が止まったヤリード6もそうだった。性格はレールを塞ぎ、跳躍のリスクを高めることがある。だから性格が引き起こしたトラブルに対処するのも七死人の本分なんだ。性格の問題については聞いたことがあるわ。列車はいろんな世界をつなげようとしているから、それに対応するのも当然のこと。破れた銀河を開拓が修復する。なるほど、確かに理にかなってるわね。報告書では薬王秘伝の回収、炭素についても触れられてる。彼女は横島な考えを抱き、絶滅大君と結託して性格を使い、剣木を再生させた。一回の炭子長に過ぎない炭素がここまで手を回せるとは思えない。外敵と結託して性格を持ち込んだにしても、剣木を取り囲む誤解は寿命族の領地。彼女はどうやって警備の目をかいくぐったの？オーケー、ほらほら。ダブルでミサスはディズニーランのネゴシエーション。Keep this round or return to the previous round, which is no, that's not good. Trying to deceive is not a good idea. I mean, four is a bad idea.The exile of Imbabwe Lumi is what led to this calamity. I personally met Dan Shu. The preceptors of the Luofu seem suspicious. Number one is a bad idea, so the exile? Does it have something to do withEither two or three. I personally met Dan Shu. I'm not sure if number two is a good idea.No, number three doesn't really make sense, so the preceptors of the Luofu seem suspicious, so I'm gonna take a risk by saying number two. タンスーとは会ったことがあるけど、彼女はホークの戦争で親友を亡くしたらしくて、巡守を憎んでた。だから戦州に復讐したくて、探偵士でずっと準備してきたんだ。Okay.Good. Okay. 復讐、それもまた遵守の一つね。でもそれはあくまで動機に過ぎない。彼女には
寿命族が守る林縁教に性格を持ち込める力なんてないわ。それについては丹数に聞くべきじゃないのか。残念だけど丹数はもう死んでるの。屍も灰になっちゃったから手がかりがまた一つ減ったわね。報告書では絶滅大君元老が事件の黒幕だとされてる。彼女は天白氏のある節都市の姿であなたたちに同行して、最後には忽然と姿を消した。存在自体が自由すぎて濡れ衣を着せる相手としては最適ね。No, I don't think fusion means everything firsthand. Heliobus. Continue. Wait. Number one is definitely wrong. Continue. Heliobus.Was eager to obtain the power of Embusso Arbor. I don't think that's... Oh boy. Refuse to answer anything. No, I don't think number 4 is a good idea. And I don't think Fushuan... I might be wrong, but I don't think Fushuan witnessed everything firsthand. I really don't. Even though... He has access into Kafka's memories at the moment of time. Whatever, screw it, I'll go with number two then. 元老は先週と敵対してたエネルギー生命体、西洋の一員で自由に変化できるから捉えどころがないんだ。開拓者の言った通りだ。今回は剣木の根が各地に広がり、ラフの増加航路を破ったことで、そこに封印されていた西洋が解き放たれてしまった。このことは間接的な証拠になるだろう。猿王が認めるなら私も問題ないわ。 Wow, I won all three negotiations. よろしい。二人の答えを聞く限り、すべての問題に説明がつくわね。ブービーズ。Damn. Damn. あたしからの質問はこれで終わりよ。それで。秘書将軍はどう考える？報告書の疑問点は解消されたのか？二人の七死人は正直に答えてくれた。まだ説明のつかない部分もあるけど、私の直感ではこれで十分。でもさっき尋ねた三つの質問は七死人だけじゃなく、軽減将軍に対してのものでもあるの。一つ、薬王秘伝がラフの内部で成長していることを録音は察知できなかった。それすなわち職務怠慢。二つ、性格ハンターの言い分を鵜呑みにして危機解決の重責を他人に委ねた挙句、儒家の後に接触することを許した。それすなわち責務放棄。三つ、剣木の災いの後独断で演武天礼の開催を決め、ラフを再び宇宙の注目の的にした。それすなわち戦略不全。天劇将軍、それはお前さんの考えか、それとも獣王の意思か？最初に言ったでしょ、私が尋ねることは必ずしも私の考えじゃないって。薬王秘伝の勢力は複雑に入り混じっていて、長い間陰謀を企てていた。それに気づかなかったのは確かに私の落ち度だ。性格ハンターの予言は
私も鵜呑みにしているわけではない。ただ事実として敵に対応している間にラフは剣木の災いを乗り越えた。そう考えればエリオの予言も出任せとは言えないだろう。演武天霊については災いを引き入れるリスクがあることは十分理解している。だがリスクは同時に転機でもある。ラフは長らく停滞していたからな。そろそろ治水をかき混ぜ淀みを取り除かなければ。さすがは新作将軍、文化人ね。ほんの少しの言葉で先週熟語大全を読んだ気分になっちゃった。気に入ったわ。でも残念だけど報告書が提出された日から同盟内では流言や憶測が飛び交ってるの。ラフ内部からも剣木が再生したのは将軍の職務怠慢が原因だっていう指摘が上がってるしね。では秘書将軍はどう考えているんだ。同じ天将としてこの座につくことがいかに難しいかは理解してるわ。私にとって遥か遠くにいる人たちの声は意味のない騒音に過ぎない。ラフで起こったこと、それによってもたらされる危機とその背後に隠された意味は新作将軍にしかわからない。妖精が最近直面した問題のように。それはつまり妖精も請求軍の石膏からホリジンがまた動き出したって報告があったの。バラバラになっていた両軍が互いに攻め合い併合してより大きな両軍を形成していってる。マングスって呼ばれるものが連中を導いてるみたい。もの？送られてきた情報によるとそれはホリジンじゃない。長生の主の使者を自称する女で12の顔、12対の牙を持ち、猛毒のように残酷で竜鎖のように変幻自在。ホリジンは彼女が自分たちに再起のチャンスを与えてくれると信じてる。元老か。いや、あわし。来たのが私でよかったわね。もし人名将軍や獣頭将軍だったらここまで友好的な会話は望めなかったかもしれないわ。私は直感を信じてるからあなたたちのような正々堂々とした義況を疑うことはない。でもラフが難しい局面に立たされてることも確かだから、同盟に申し開きができるよう一番大事な点を押さえておきたいと思ってるの。秘書将軍、どうするつもりだ。軽減将軍なら分かってるでしょ。でもあなたがやりたくないって言うなら私が代わりに務めてあげる。剣木の剣に対する指摘や疑いの声を抑えるには獣王氏の裁定が必要になるわ。それを得るために七死人の二人には一緒に優秀国へ行ってもらいたいの。拘束するんじゃなくて合教台を使って詳しい証言を残すよう獣王氏の文字部の判官に申請するのよ。これは報告書を保管するためでもあり同盟内の抗議の声を封じるためでもある。俺は構わないが。 Well, I guess. 素晴らしい。これほど協力的で思いやりがあるとは感動して涙が出そうだ。わかった。天撃将軍の要求に従おう。あともう一つ大事な用があるの。獣王氏の印が押された証言は同盟上層部の反対の声を抑えるためのもの。そして軽減将軍には妖精の姑息の声を聞いてもらいたい。天撃将軍は風霊のために来たのか。ええ、私はラフの優秀国に収容されてるホリジンの祖父風霊を妖精に移管したい。近頃のホリジンの動向は奴らが大きな計画を企てていることを証明してる。それが何であろうと一刻も早く対処しないと。風霊は古族の旧敵だからな。
古族が管理収容することは道理にかなっている。飛翔将軍がラフの処置を信用してくれるのならこちらも当然それに報いるべきだ。炎王はどう考える？激しい論争になるかと思ったが、わしの考えすぎだったようだ。二人が互いの問題を解決すると決めたのなら、そうするのが一番だろう。風霊の身柄の引き渡しについては、まずは部下の昇級とモゼに牢屋の状況を確認させて、それから応送の準備をしたい。他に問題がなければ早速始めましょう。And without further ado, let's head to the Shackling Prison's entrance. すまないな。優秀国での証言の記録にはそれほど時間はかからないと思うが、これから使者を呼んで二人を獣王子文字部の半眼のところまで案内させよう。そこで証言を残せば帰れるから、何も心配することはない。わかった。将軍の言う通りにしよう。Right. Let's do this. Still kind of wish I play this on a PlayStation controller, but today for some unknown reason, this controller is not working properly. I have no idea why.Sometime later, a Starsky carries you and Dunham to a place that looks strikingly familiar. 軽減将軍の要請により出迎えに来ました。文書は用意してあります。文字部の半眼にもお二人の来意を伝えていますよ。Right, let's enter the Shackling Prison.優秀国、何年ぶりだろうな。またここに戻ってくることになるとは思わなかった。タンコ、俺は大丈夫だ。準備ができたのなら獄門を開きますね。ここは優秀国の数ある隠し扉の一つで、現在は臨時の出入り口として使われているんです。あなたたちは犯罪者ではありませんから、罪人を応送する門から入らせるわけにはいきませんので。ではどうぞお入りください。Just stop asking questions, lady. Let's just fucking do this.Sit in position. Wu Zhe and Jiao Qiu.何を見ている？ラフの優秀国、妖精のものとは随分違いますね。水の下に隠されているなんて。空の上だろうと水の下だろうと脱出するのは簡単だ。おや、また脱獄壁が抑えられなくなったんですか。詮索するのはやめなさい。今の君は自由の身なのですから。ここで半眼たちに何か企んでいると思われたら、数百年の懲役を食らうことになりますよ。仮に捕まったとしても、数日後にはまた俺の顔を見ることになるだろうな。風霊を妖精に応送することは、妖精の子族だけでなく将軍にとっても非常に重要なこと。用心していきましょう。
はじめまして。私は節意と言います。獣王氏、サジブの命を受け、ここでお二人を待っていました。昇級、モゼ。天劇将軍秘書より、堀の重罪に、風雷を妖精へ応召するよう命を受けてまいりました。今回は風霊の収容状況を見て、王僧の下準備をすることが目的です。ハンガンさんも、すでに知らせを受けているでしょう。はい。面会の申請は承認されました。ここからは、私が案内人を務めます。罪人風霊、法上の忌み者、堀人の選手、スフ、古族の大敵、そのものは2123回に及ぶ侵略戦争およびそれに付随する連帯犯罪の責を負わなければならない。その凶暴かつ残忍な行いを鑑み、幽州国の底へ投獄した後、天地が滅ぶまで無限賢治の刑に処するものとする。ハンガンさん、判決文を読み上げる必要はありませんよ。風霊は我ら古族の旧敵。妖精の人は彼の悪名を叱り文句に子供を押し付けるので、その行いも全て知っていますから。早く次の手順に進みましょう。重罪人に面会する以上、全ての規則があなたたちの安否に関わります。幼い頃から風霊の伝説を聞いていたとしても、彼を正しく認識していることにはなりません。幽州国の底に閉じ込められているのがどのような忌み物なのか知っているのは獣王氏の判官だけです。ラフの先代剣手慶竜が風霊を捕らえてから早数百、幽州国は風霊に食事を与えたことはありませんが、それでも奴は生きています。これは記録にある堀人の整理機能と一致しません。刑事部が作った無限拳銃は、罪を重ねた忌み物に苦痛を与えるための刑具です。ほとんどの堀人は拳銃刑に3日も耐えられずに死んでしまいますが、あの妖物は違う。剣に刺されてもすぐに回復して、今でも刑を受けながら生きながらえているのです。この凶悪な獣の異常性こそが規則を必要とする理由です。ここまで言えば理解できるでしょう。僕が僭越でした。続けてください。風霊との面会における禁止事項をまとめたものをあなたたちに渡しておきます。しっかり目を通してください。Reminder when visiting Bule. May I find infusion method? Just in case. Just in case, okay. Just in freaking case. それと、次の階層に行く前に必ずこの丹薬を服用するようお願いします。得体の知れない薬を飲むつもりはない。では。最下層に行かせることはできません。飲みましょう。風霊はホリジンですからね。朗読というフェロモンを放ち、相手の恐怖を呼び起こせるのです。数千年前、我が一族はホリジンに奴隷として扱われていながら抵抗することができずにいました。その原因は古族が奴らに劣っているからではなく、そのフェロモンにあったのです。ハンガンさんは僕たちの心の健康を気にかけてくれているのですよ。やっぱり君は話のわかる人ですね。
薬を飲みましたので行きましょうか。飲んでしょ。アンナンさん、どうしました？何でもありません。多分僕の勘違いです。行きましょう。Zhao Qiu, you might want to trust your instinct for once. 着きました。ハンガンはまだ来ていないようなので、少々お待ちください。え？Okay, I got my controller back and running, and hopefully it will continue running for the next until the end of this story quest. You notice the scale gorge for the cave scavenging reason was built at the bottom of the ancient sea.As the column structure... What's thinking here? The jade Abedkai here glow with an unusual element seen as they perform their calculation, possibly on the statue, on the status of the prison cells or the security of each area. お待たせ、列車からの客人。私は文字部の判官、カンオン。Hello there, Hanya. How you doing? Boobies! また会ったね。ガチビチトゥ。この間の水炎での妖魔退治について、改めてお礼を言わせて、力を貸してくれて、ありがとう。どうやら、俺と美月の知らないうちに、先週で新しい友人ができたようだな。It was all a lucky coincidence. あなたとは確かに縁があるけど、獣王の御前に獣王を挟むことは許されない。六次長で証言を残す時も、その後もろもろの手続きをする時も、勝手な行動は控えて、必ず私の指示に従うように。ここは王の世界に住む人が長居する場所じゃない。二人とも私についてきて。ああ。では案内を頼む。私が機関を起動させるから足元に気をつけて進んで。And my controller is not working again.Fine. Oh, you back to using the keyboard and mouse. Seriously, man, what is wrong with you today? Let's just keep going. Can I? One second. You see, what is wrong with you today?極地動点北郷法の霊気を取り込んでるの。
生命力が強い長命種でもこの寒さには耐えられない。二人とも今何か聞こえなかった？一度確認してみよう。コンテナがこんなに邪魔だね。このコンテナ、見覚えがあるな。何日か前、カンパニーの輸送船がホリジンに襲撃されたとかで、メーサが召集されたの。それから大量の忌み物がここに収監されたんだ。演武典礼が開催されるから、よからぬことを企む連中が出てくるのはしょうがないと思う。でも、貨物と強盗が一緒に投獄されるのは初めて見た。それなら私も聞いてる。博識学会の人が何か危険なものを作り出したって。因果伝の書類には彼らに関する記録がたくさん残されてるの。気候技術の限界を突破するためによく近畿の研究に手を出してるみたい。コンテナの中のロボット、外見がホリジンに似てるんだけど、彼らはこれを使って何をしようとしてたんだろう。とにかく私たちは先を急ごう。はい、あっち？おかしい、収容物の二次検査はしてないはずなのに。あにゃ、あ What the？緊急事態発生、無免支援命令。緊急事態発生、無免支援命令。Oh dear, we've been surrounded. なんで動き出したの？準備完了。おかしい。警備員が応答しない。自分のために戦うよ。すべてが燃え尽きるまで。私は正解を燃やし尽くす。スタンバイ、ドリームカムトゥルー。まだ研究するか。万象の本質は同じ。命の花びらよ、いつ咲こうとも風に吹き落とされる時は来る。お前からでいい。自信があるみたい。楽しいですか？もう飯来ない。まるでホリジンみたい。さあ、俺たちだけで何とかするしかないようだな。この程度か？ファイアフライ4、インポジション。戦うために生きる、生きるために戦う。アドリブで、イッツショータイム。コラボスタート。生命はただ呼吸するだけのあなたにしましょう。なんだ、またお。これはただの戦いじゃない。私は正解を燃やし尽く。Well, that was... メーサは規定通りに動力を切ってコンテナに封印を施したはずなのに、どうして動けたんだろう。構造士の時と同じだな。貨物が暴走して手当たり次第に人を攻撃する。林社 mentioned there was some kind of biologically tissues inside the mags。 探偵士の人間がロボットを調べたところ、
中に尋常ならざる構造が隠されていることが分かったんだ。こんな危険なものが優秀国に現れた理由は一つしか考えられない。囚人の脱獄を幇助するため。この貨物を送ってきた人物は先週の厳しい審査プロセスによってその危険性が天白市と運気軍に知れ渡ることを望んだのだろう。そうすれば確実に優秀国に送り込まれるからな。誰も気づかないうちにこれが行動を始めていたらどんな危険な状況になってたか。それだけじゃない、あなたたち以外に妖精の使者たちも優秀国の深部に入ってるの。彼らの面会相手が狼型ロボットを送り込んだ者たちの目標かもしれない。最深部に投獄されてる悪獣を逃がしたりなんかしたらラフが危ない。And we're switching to Zhao Chu's point of view. That's unexpected. 着きました。ハンガンさん、もう着いたのですか？檻が見当たりませんが。転倒するために必要な図は渡しました。確認してください。Really?There's a chest. Can a bird unlock a chest? Yes.二人とも道は開きました。遊牧の底にたどり着いたら軽率な行動は控えるようお願いします。はい、はい。この門の向こうにある洞天に古族の宮敵風霊が収容されています。オーディオン、this does not lead to a fight. 慣例では妖精の施設が100年に一度ラフを訪れ風霊の状況と生死を確認することになっています。獣王氏の判決により風霊は無限剣樹の刑に処され日々苦痛を与えられていますが、私はよく知っています。妖精の施設たちが真に望んでいるのは風霊の死だということを。残念ながらこの700年間彼らはいつも失望して帰っていきました。あれは殺せない悪獣なのです。 7 centuries he's still alive? もし世界最悪の毒が薬の元となり
婿の命を一つでも救うことができたなら、奴が犯した罪も少しは償えるでしょう。将軍の治療薬となり得るのはお前か、フレイ。Careful, General. Oh no. 妖精の施設は今回も失望して帰るだろう。Oh, this motherfucker. 私たちは違う。何者？私はモード。再建領軍のしがない作文官だ。ブベン。低層に侵入者あり、急ぎ増援を。ここは幽谷の底、貴様らの叫びは誰にも届かない。牢屋を開けてくれたこと礼を言うぞ、ハンガー。後のことは私たちに任せればいい。ずっと獣の匂いがしていたのは気のせいではなかったのですね。モゼ、やってください。二人とも、忌み者どもを近づけさせないでください。はい。忌み者が多すぎる。優秀国に入れば使える兵はそこら中にある。生命はビスと同じだ。さあ、存分に味わえ。ブーン、イッツショータイム。コラボスタート。この程度か。命の花びらよ、いつ咲こうとも風に吹き落とされる時は来る。あなたにしましょう。ロンバッテン、バイバイ。隙を見て動くよりじっとしていた方がいい。発覚を出しましょう。ペースを合わせるぞ。アドリブで。生命の万象の本質は同じ。なん。火力が足りませんね。早めに降伏した方がいい。まあ、生かしておくつもりはない。少なくとも無駄な苦痛は省ける。ぜひ召し上がってください。テンポが乱れたか。ドリームカムトゥルー。 It's showtime。コラボスタート。Yikes. Guess I may do with the deep of mind. まだ研究する価値はありますね。耳を澄まして。命の花びらよ、いつ咲こうとも風に吹き落とされる時は来る。後手に回るのも時には奇策となり得ます。発覚を出しましょう。スタンバイ、アドリブで。弱いことは死になさい。モゼ、気を入れてここを離れてください。まだその時じゃない。ドリームカムトゥルー。自信があるみたいだな。 It's showtime。 コラボスタート。生命はビスと同じだ。さあ、
存分に味わえ。ほら、よく見せてくれ。そこを遊ぶ。生命はただ呼吸するだけ。あなたにしましょう。隙を見て動くより火力が足りませんね。お褒めに預かり光栄です。せっかく来たのですから、ぜひ召し上がってください。ペースを合わせるぞ。アドリブで。素晴らしい優美な身構えですね。琴の音は響き続ける。なん、お前からでいい。後手に回るのも時には奇策となり得ます。スタンバイ、ドリームカムトゥルー。今のエクテスリガーです。レイゴー、マイクジェクスガール。もう守って倒してはいけません。パチン。Got her ass whooped. Namakatta. Jiu を取り戻した後の一食目が同胞の血肉とはな。悲しいこと。ついにこの時が、聖主、お迎えに上がりました。This is not looking good. The CG back point of view. 前回の狩りから請求は何回回った。ドゥーランの子よ、貴様の名を教えろ。偉大なる風霊カガン。Oh boy, please, please. 孤独の旅敵、主上の狩人どよ。我が名はモード。再建領軍のしがない作文官にして、あなた様の血筋から生まれた取るに足らない子孫の一人かもしれません。あなた様が最後に一族を率い政界の狩場をかけた日から少なくとも700年が経過しました。しかし昔と変わらぬ聡明なご様子がうかがえて、私はこの上ない喜びを感じております。700年が過ぎたのか。ドゥーランの子はなぜ貴様のような姿になったのだ。答えろ、モード。なぜ貴様は我らの下賤な奴隷であり仇である子族の姿をしている。私はあなた様を牢屋より解き放つよう命を受けてまいりました。これはセンジェア。そのため私は麻薬を飲み、卑しい家畜の皮をかぶり奴らに変装しなければならなかったのです。脱出の計画があるということだな。ではこの果てしなく巨大な船からどうやって離れる。私と仲間たちで監獄の門を封じ、監視を中に閉じ込め窒息させます。そうすれば一息つく時間ができるでしょう。私のように変装した仲間が脱出用の船を用意いたします。計画の通りに行けば私たちに与えられた猶予は4時間。本来なら明日決行するつもりだったのですが、あなた様を泉州妖精に移そうとする動きがありましたので、この機を逃すまいと今日行動を起こすことにしたのです。バカが、
軽率なことを。たとえ船があろうと、俺たちが脱出できる確率は、古族が俺の爪から逃れる可能性よりはるかに低い。あなた様をお救いするためにはこうするしかなかったのです。私を派遣した長生の主の使者が言っておりました。かの者の帰還だけが長きにわたる堀人の分裂を終わらせることができると。この作戦に参加した仲間たちは皆覚悟を決めております。必ずやあなた様を脱出させてみせましょう。貴様のように狡猾に生き延びようとする弱者でも計画の中で愚かしいほどの勇敢さを見せる。 And Jiaxu is just standing there. 貴様の願いは叶う。すべてのドゥーランの子らの願いは叶うだろう。Oops. はは。では参りましょう。離れる前に貴様らが口にした麻薬を俺にもよこせ。マジックピルス？まさか卑しい家畜の皮をかぶるおつもりですか。それはあなた様のご尊名を傷つけることに。アホ、いくら偉大であろうと自由でなければ意味はない。ここを離れた後疑われない風貌が必要だ。御意のままに。あの古族の奴隷は俺に捧げる食料か。いえ、こいつは泉州妖精の施設です。まだ人質としての価値がありますので、今しばらく我慢していただければと。さあこいつを連れて出発するぞ。オーディオジャッジビニーティクンホステージ。Now, what do you need? At the same time. カンア様、現在、各区域の部分が体制の立て直しを図っています。気候の敵があちこちを襲撃して、多くの仲間を傷つけました。それだけではありません。あの鉄の狼たちは、牢屋を壊して囚人を解き放ちました。私たちも、外部に救援を求めようとしたのですが、すべての通信が遮断されているようで。今は軽率な行動は控えて、先に単独で動いている敵を鎮圧して、獣王の勅令によりこれより脱獄者及び協力者の処理を開始する。15分前、南国人情が起動しました。おそらく摂理様と妖精の施設が遊獄の底に入ったのでしょう。彼らと連絡が取れないことから考えても、賊の目的はその場所にあるに違いありません。あの悪獣を逃がすわけにはいかない。戦闘可能な監視の人数を確認しました。直ちに各層へ向かい捜索に当たります。行きなさい。襲撃者がここまで大胆な行動を取るとは、きっと長い間計画を練っていたんだろう。うん、そうだと思う。でも堀人は暴力による殺傷を好むから、今回の周到な計画は奴らの発案だとは思えない。うん、今は緊急事態。細かいことは振り返りの時に考えよう。二人とも私に力を貸して。The testimony will have to wait, huh? カンガ、遊獄の底までの最短ルートを教えてくれ。事態は一刻を争う。このままでは優秀国全体が俺たちの敵になってしまうかもしれない。こうなったら奥の手を使うしかないか。私についてきて。はい。監獄内の囚人は妙なまね。獣王の勅令により、接触次第脱獄者及び協力者を始末せよ。はっ。あ、いや、ふっ、はっ、ここを守って。承知しました。
なるべく早く幽谷の底に到達するには特定の道具が必要になる。下の階層に向かう道が途切れてる。誰かが機関を動かしたのかも。大丈夫、つなげるのは難しくないから。Next. ユウシュウゴクの道は歩きにくいからたまに楽をしたい名鎖が構造士から借りた機構を使って移動してるの。犯人の逃亡の助けにならないよう今は禁令を気にしてる場合じゃない。お、oh, OK。My bad. 犯人の逃亡の助けにならないよう、本来なら共感兵がなんかの装置の使用も禁止されてるんだけど、今は禁令を気にしてる場合じゃない。And we go all the way.少し前にここで激しい戦いがあったようだな。獄門と牢獄同点のつながりは切られてるけど、風霊は逃げ出したみたい。妖精の使者は、お姉ちゃんはまだ生きてるよね。この辺りを探してみよう。何か見つかるはずだ。Excuse. いい感じだ。え、本州いい。節意はここにいる。She's been beaten up pretty bad.節意は戦死した。感が気の毒に。え、違うけど。何か誤解してるみたいだね。獣王の恩典でお姉ちゃんは数百年前に気候の体になった。死後に魂が因果殿の資料庫に戻ることはもう日常茶飯事なの。お姉ちゃんが体を激しく消耗させて簡単に替えが利く部品みたいに自分を酷使するところは見たくないけど。そうだ、死傷者の中に妖精の施設らしき人はいた。一人は綺麗な服を着た子族で、もう一人は暗い色のローブをまとった犯罪者みたいな見た目の人だったはず。の、いや、ホリジンを除いて死体の中に子族に似た者はいなかった。つまり襲撃者と風霊は妖精の死者をさらったってことね。最悪の事態、人質がいるとなると看守たちも手が出せない。万が一のことがあったらラフと妖精の関係にも取り返しのつかない亀裂が入るかもしれない。どうにかして施設を助けてここを出て外部に情報を送らないと。少しでも希望があるなら諦めるわけにはいかない。Okay. What? ところでカンガは何か見つけたのか。
Neighbor Spectre? もう一度。 お姉ちゃんだ。 お姉ちゃんの魂は今も頑張ってる。 まだインガデンに戻ってないんだ。 このタイミングでお姉ちゃんの死が私たちを情報の面で優位に立たせてくれた。 どれどれ。 損傷はそんなにひどくないみたい。 これを修復すればお姉ちゃんは仮初めの体を手に入れられる。 It's been ages since the last time I did this one. Yoshi. That was way too easy. Kanga, I'm back. お帰りなさい、お姉ちゃん。こういう時どんな顔すればいいのかわからないの。喜び、嬉し泣き。お姉ちゃんがいろんな姿で戻ってくるのにはもう慣れてるもん。私がまた壊れないよう注意してください。記憶をなくしてしまいます。 この体は私のすべてには耐えられません。 お姉ちゃん、死んだ後に何を見たか教えて。 妖精の死者の一人は脱出した。 もう一人は賊に拉致されて上へ逃げられたのか。 ホリジン以外に目に見えない 侵入者がいる。 目に見えない侵入者。 それってどういう意味。 Normally you fade out and then fade in, but this one is tied. 一体どれだけの陰謀が絡み合ってるの。 お姉ちゃん、お願い力を貸して。 襲撃者が優秀国の内外の通信を全部遮断したの。 今邪魔されずにここから脱出できる人。 じゃなくて鳥居は。 お姉ちゃんしかいない。だからどうか、ここの状況を外に伝えて。私、わかりました。カンは、気をつけて。あなたは、私とは、違うのですから。 Zaikin flaps his wings and unexpectedly flies out of the lower level of the Shackling Prison, charging straight into the depths of the shadowy passage. This is more like he fits in and fits out. Kanga, もう時間がない。これ以上もたついていたら、ホリジンが監獄から出てしまう。わかってる。もし途中で先に逃げたっていう妖精の使者を見つけられたら。風霊の脱出を阻止することが最優先かも。Let's head back up. Okay. Let's keep going for now. 待て。 変だ。 何かが近づいてきている。 まさか。 見えない侵入者。 Behind you. 二人とも気をつけろ。 この意味者は 優秀国に収容されてる囚人じゃない。 コラボ スタート。 生きるために死ぬ。
全てが燃え尽きるまで生きるために。命の花びらいずれ風に吹き落とされる。アドリブで。本質は同じ。燃やしつく。ラフの監獄は管理がおろそかだな。あなたは俺を探してるんだろう。さあ存分に味わえ。 It's Showtime! コラボスタート。お仕置きされたいのか。まだだ。生きるために。ほらドリームカムトゥルー。はっ。この程度か。これはただの戦いじゃない。燃やしつく。アドリブで。It's Showtime! コラボスタート。生命は呼吸フッ。今や花びらよ。インポジション。いずれ風に吹き落とされる。生きるために。戦いに集中しろ。燃やしつく。ワンダージョルゴドリームカムトゥルー。優美な身構えですね。本質は同じ。生きるために。バトルオーバー。 So we're not done yet?Man seems to materialize from the shadowy corners of the prison and see if he could vanish to thin air at any moment. The fugitive wearing a dark cloak spoken by, of by Hanya now stands before you. His face is devoid of any expression, put poor and indifferent. Yet inexplicably, you could decipher this silence with facade as he whispered, "You're finally here." Ah, Ruff's 監獄は管理がおろそかだな。事実だろ。繰り返し言ったところで何の問題がある。はあ、ラフの監獄は管理がおろそかだな。現在少なくとも2つの異なる勢力の者が侵入している。狼とこいつら魔王の実だ。この姿を消す技、妖精の天風君傘下の寿命族が習得している風幕と似ている。心当たりはあるか。ないならいい。今は殺し屋の技巧について議論している場合じゃないしな。俺はモズ。友人が狼の狩猟の手に落ちた。一刻も早く優秀国を離れて外に状況を伝えようと思ったんだが、はあ、ラフの監獄はかなり複雑に設計されているようだ。モズ、私たちも可能な限りあなたの友人の安全のために力を尽くします。お前たちには無理だ。それに今はあいつの安否を心配している場合じゃない。友人が風霊の手に落ちたというのに見捨てるのか。俺は妖精将軍の衛兵であってあいつに属してるわけじゃない。
あの巨狼の力を目の当たりにした。俺の判断を信じろ。助けに行っても無駄死にするだけだ。うん。お前の考えは知らないが、俺は命を無意味な選択に費やそうとは思わない。いいか、俺はずっと風霊たちを尾行していたから、奴らが次に何をしようとしているのかも知っている。奴らは優秀国の出入り口を封鎖して、外部に内部の情報が伝わるのを遅らせようとしているんだ。最悪の結果は、俺たちが全員あの巨狼に倒され、優秀国も封鎖されること。誰も中の状況を知ることができなければ、しばらくは奴らが逃走したことにも気づかないだろう。そして最高の結果は、無理だ。俺たちは奴らより遅いからな。最高の結果は、門を閉ざして敵と一緒に優秀国の中に留まることだ。あの巨狼を外に出すわけにはいかない。これなら時間が経てば外界も異常を察知して援軍をよこすだろう。その時に俺たちが生きているかどうかは考えるべきことじゃない。お前は人を慰めるのがうまいな。俺たち妖精の人間はその一生を意義ある事業に捧げる。俺は絶対に生きてここから出なければならない。仲間が待っているんだ。私は冥界のもの。もう一度死んだことがある。あなたたち三人は獣王氏の人間じゃないから、この件のために命を懸ける必要はない。優秀国を守るのは宦官としての私の責務。風霊の逃走を阻止すべきものは私であって、あなたたちじゃないの。門にたどり着いたら、あなたたちには門の封鎖を手伝ってほしい。あとは私がホリジンと戦うから、みんなは隠れられる場所を探して自分の身を守って。それじゃ行こう。 Right。And as much as I would love to be new, you see that copy. Life is bitter. 存分に味わえ。意志で結末にたどり着いてみせる。ファイアフライ起動。イッツショータコラボスタート。進行。全てが燃え尽きるまで。おっ、スロンバテン。ドリームカムトゥルー。この…燃やしつく。どの勝利も苦労の賜物だよ。
大丈夫だけど、警戒は怠らないで。名前らしいグループな。堀の囚人がここを離れる前に門を封鎖しないと。ブベンと防衛機構だけじゃ長くは足止めできない。私についてきて。As much as I would love to use the controller to play this game, but unfortunately my controller is not in working condition, therefore I can make do with the keyboard and mouse.あと少しで門に着く。わお。ファイヤークライム起動。おお、スクーバット。生命はさあ存分に味わえ。リックスティック。マイクジャクソン。ショータイム。コラボスタート。インポジション起爆。ホタルは生きるために死ぬ。全てが燃え尽きるまで燃やし尽く。 NEXT 生きるために。 Are you done? They're all done.Maybe I should have used my skills first before. みんな、奴らの相手は私が。絶対に風霊の逃亡を阻止して。OK。ターゲット出現。警戒は進行。Yeah, I should have used my skills. 全てが燃え尽きるまで燃やし尽く。ドリームカムトゥルー。本質は同じ。よく見せてくれ。いずれ風に吹き落とされる。さあ存分に味わえ。いつショータコラボスタート。生きるためにアドリブで。研究の価値あり。はっ。おし。燃やし尽く。You done? どの勝利も苦労の賜物だよ。ファイヤークライム。え、と起動。Crap, I only got one. Tempo が乱れたか？全てが燃え尽きるまで。ドリームカムトゥルー。私は自分のために勝つ。生きるために。 It's showtime! コラボスタート。生命は国名は巡る。Well, that was a little fast, but whatever.完了。ねえな。見落としはないよ。おお、it was only one。ファイヤークライム起動。生命は完了。さあ、存分に味わえ。進行。
こう。すべてが燃え尽きるまで燃やし尽く。スタンバイ、アドリブで。研究の価値は本質は同じ。生きるために。大丈夫だけど、警戒は怠らないで。なお、カチン。Or maybe not. The Shackling Prison has become a killing field. The prison guards try to resist, but Zhao Xu can only watch them fall.自由まであと一歩です。この門さえくぐれば私たちを止められる者はおりません。ならばこの人質はもう必要ないということだな。モードやれ。もうすぐここを離れてしまう。何か手を考えるんだ。そう、昔のように昇級。お前は何もできないのか。早く策を考えろ。もしかすると妖精の施設は生き延びるために私たちと取引をしたいのかもしれません。自分の身分を利用して私たちを泉州から脱出させるとか。そうだろう、昇級。オーボイ。俺がいない間に貴様らはどこまで落ちたんだ。畜生と駆け引きをするのか。俺の記憶では妖精の人間はドゥーランの子孫と取引などしないはずだが。何としてでもこの畜生をここに留めておかなければ。秘書のためにも妖精のためにも。取引成立です。僕には相応の価値があると思いますよ。僕の身分、選手に関する知識、その他にも僕は選手の部下たちでは知り得ないことをたくさん知っていますので。卑しい家畜が。残された命のためにそのかわいそうな舌を懸命に動かすがいい。言ってみろ。選手殿はご存じないでしょう。あなたを倒した女、渓流がラフに帰ってきたこと。復讐のチャンスは目の前にありますよ。フーレイ様、こいつのデタラメを信じてはいけません。そのような情報は聞いたこともない。今すぐこいつを殺させてください。黙れ、モード。貴様、今から貴様は俺のそばを離れるな。俺が喋れと言った時にだけ喋り、俺が歩けと言った時にだけ歩け。さもなくばその身が一寸ずつになるまで切り刻んでやる。わかったか。フーレイ様。モードゥ、俺たちはしばらくラフにとどまる必要がある。だが恐れることはない。監獄を出た瞬間から恐怖に襲われるのは先囚人だ。俺が奴らに教えよう。真の災いとは何たるかを。さあ、ドゥーラ
間の子らよ、俺の後に続け。ルーティングすればいい。カシュナ、奴らを止めろ。起動。命の花びらいずれ風に吹き落とされる。起爆。蛍は生きるために死ぬ。すべてが燃え尽きるまで。It's Showtime！ コラボスタート。ファイアフライフォーインポジション。燃やし尽く。はい、どの勝利も。Better than nothing, I suppose. 戦闘準備完了。進行。蛍は生きるために死ぬ。すべてが燃え尽きるまで。生きるために。How many skill points do I have left? どの勝利も。Ah, damn! It's time to.生命はビフツァー、存分に味わえ。起爆。すべてが燃え尽きるまで。燃やし尽く。But never mind. Five let me drop that. どの勝利も。コラボスタート。進行。蛍は生きるために死ぬ。すべてが燃え尽きるまで。生きるために。Always again, always again. 燃やし尽く。ユース中国との連絡が途絶え、機構省からの伝言が届きました。獄中で囚人による暴動が発生。重罪人風霊が行方不明になったとのことです。妖精の使者と七死人たちは消息不明。現在ユース中国との連絡の復旧を急いでいます。もういいわ、下がりなさい。ケーゲン将軍、カイエン将軍、私たちの予想通り剣木の再生は終わりじゃなくて始まりだったようね。人滅軍団が先週に伸ばした手はすでに壊滅の種をまいた。今この瞬間から見えない未来に至るまで先週同盟はさらに恐ろしい試練に直面することになる。壊滅と豊穣の忌み物からなる二重の試練に、奴らが望むならいくらでも付き合ってやろうじゃない。私は元帥の特使としてラフ運気軍を指揮して風霊の追跡を始めるわ。水面下に潜んでいたものがとうとうしびれを切らしたようだな。では私は先ほど言ったように
よどみを取り除くとしよう。After a brief but devastating loss of communication, the lockdown Shackling Prison is once more under control. The Express Nimbus may have emerged unharmed, but one of the Yao Qing envoys has been taken hostage. Which is Yao Qiu. Meanwhile, the poison warhead Gule, long confined to the death of Shackling Prison, has vanished without a trace. A pursuit between the hunter and the hunted will soon play out on the Xianzhou Luofu. Please do tell me that's the end of part 1. Please do not tell me that's the end of part 1. Game. Please do not tell me that's the end of part 1. もう少しここにいさせて、この体で。And that's how you end part 1. That's how you end part 1. By having Fukuli escaping the prison. And then end it over right over there. And then at the same time, Zhao Qiu being taken as a hostage. Fine. Guess I'll wait for another 6 weeks to reach the second part of this continuation of the Xianzhou Luofu story quest.